演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。カルビーの47都道府県大分県代表醤油香るカボス味カッカエビ線を食べたいと思います。どうなんだろう、カボス聞いたことはあるけど、まあ風邪そのものに大変するわけでもないですが、聞いたことはないですね。ちょっとさっぱりした韓国系の味だと思うのですが、間違ってたらコメントで突っ込んでください。はい、見た目はこのようないつものカッパエビ線ですね。で、あ、ちょっと香りが違いますね。なんとなくポン酢に近いような、でもポン酢とも全然違うんでしょう。ではいただきます。確かに雰囲気は似ていますね。そしてさっぱりの中にも濃厚なコクがあるのもいいです。濃厚っていうほどか、まあいいか。やっぱりカボスの酸味が口の中にふわっと広がってきて、結構さっぱりでなくなりましたね。で、ほのかに醤油の塩気も感じて、ちょっと振り幅がある形で、いつものカッパエビスよりも美味しかったで、なんかこっち側にこんなこと書いてあるんですけど、皆さんもこの絵が描かれてるのが仮に事実だとしても、当時追いカボスという言葉はなかったような気がと突っ込みたいですね。さっぱりとした柑橘の味が好きな方にはぜひおすすめしたいので、こちらの点数とさせていただきます。それでは一瞬で私食べるや、このチラシ、いやチラシはもっと先、もっと前、後だろ、いや先か、いやまだ先だろ、先ですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただ、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。